皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画はというか、まあ、今回の動画も私滝沢勝成がつらつらーと、お話を続けるトーク動画、おしゃべり動画、雑談動画でございます。何のお話をさせていただくかと申しますと、この2023年11月から今ご覧いただいているこの滝沢勝成 YouTube チャンネルがいよいよ本格的に復活をします。わーみたいな感じの、まあお知らせというか、まあ決意表明みたいな感じですかね。そんな感じの動画です。もしよければお酒とかジュースとか飲みながらのほほんと楽しんでいただけたら、嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあかれこれ5年6年とかでしょうか、皆様うっすらとお気づきだったと思うんですけれども、まあ着々と私の動画更新頻度が失速をしまして5年6年、まあところどころでね、もう動画更新お休みしようと思うんですよみたいな動画を出したりとか、まあ、生放送でもそういう話をしたりしてたんですが、心の中ではやっぱり動画更新しなきゃなとか YouTube 頑張んなきゃなっていうふうなことは思っていたんですよ。けどまあなかなかどうにもままならない、どうにも止まらない、うららうらら、どうにもままならない、ままならない、まあ歌い人があります、ライブがあります、ツアーがあります、撮影があります、レコーディングがあります、ミックスがあります、編集があります、でまあカフェ営業があります、オープンマイクがあります、ソロライブ活動があります、家庭がありますとかなるとですね、なかなかこううわーみたいな感じになってしまっていて、頑張んなきゃなっていうふうに思ってるんだけど、なかなかままならない。まあ皆さんもやっぱあるじゃないですか、そういうの。なんか頭の中ではやらなきゃな、これやらなきゃまずいよなっていうふうに分かってはいるんだけども、時間ができたらやろうとか、これができたらやろうとか、余裕がある時にやろうとか、来月やろうとか、来週やろうみたいな感じで先延ばしにしちゃうな、何がし。そういうサムシンがあるじゃないですか、何がし。それです。それです。で、まあ、ずっとそれをこう、この5年、6年ずっと続けてたんですけれども、まあ、心の中で私が、この葛藤が起こるわけですよ。おい、滝沢、お前、そうやってもう、時間ができたら、余裕ができたらって言うけど、お前、全然やってねえじゃねえかよ、つって、あ、別に、いきなりやる気ないわけじゃなくて、じゃやる気はって、なんか、ちゃんとやんなきゃなっていうふうに思ってるけど、でも、やる気ねえ、つって言う前に、5年も6年もずっと更新してて、どうすんだよ、お前。いや、分かってはいるんですけど、それ、なんかどういうままで、ままならへん、つっても、お前、いつやんだよ、じゃあ、みたいな感じで、もう心の中でずっとそういうのがありましてですね、ちょっと1週2週3週4週5週6週7週ぐらい7週ぐらいして、うん、やろうみたいな、なんかこう言い訳せずにやろうみたいな、めんどくさがらずに頑張ろう、イエーイみたいな感じで、おやるぞ、イエーイイエーイみたいな感じで、全員がそのね、あのおっぱっぴーみたいな感じの、なんかそういうマインドになったっていう、なんかそんな感じなんですよなんかね、このね YouTube アプリっていうのがありまして、まあ、あの、YouTube 視聴アプリじゃなくて、YouTube スタジオっていうね、その配信者用の管理アプリみたいなのがあるんですよ。で、その YouTube スタジオ、まあ、iPhone でこのポチッと開くと、まあ、トップ画面にね、その今月の再生回数とか、チャンネル登録の増減とか、まあ、そういったものがいろいろバーッと出てくるんですが、びっくりすることにですね、この私の YouTube チャンネル、この3年間ぐらいでですね、チャンネル登録がどんだけ増えたか知ってます？どんだけ増減があったか知ってます？チャンネル登録が。この3年間ぐらいどんだけ増減があったか。びっくりすることに、この2年3年でチャンネル登録2万人減ってるんですよ。2万人減ってるんですよ。もう YouTube スタジオを開くたびにですね、もうチャンネル登録マイナス200とか、マイナス300とか、なんか多い時はね、マイナス800とか言ったりとかして、こう、心にこう、なんかこう、うおーみたいな感じのこのがあったりとかするわけなんですよね。で、それで心の中でやんなきゃダメなの、やんなきゃダメなんだって思ってたんだけども、今、最近もこのプリッと、心が生まれ変わって、頑張ろう、イエーイみたいな感じになっているところなんでございますよ。なんでね、そういった数字とかもですね、ちょっと見つつですね、まあこれから復活して頑張ろうみたいな感じを思っておりますので、これから週に1回土曜日の夜6時からのレッスン動画を開始、復活いたしますので、よかったら楽しみにしていただけたら幸いでございます。わーみたいな感じの決意表明ではございます。滝沢勝成頑張るぞ。3つ目標はございます。3つ。まあ、週に、1、2の動画配信。まあ、すでにね、この10月からまあ、週に1回の配信は始まっていたんですけれども、まあ、余裕があるときはですね、土曜日の夜6時と日曜日の夜6時にも配信をしていこうかなと思っております。だいぶこの10月中にですね、その私のこの撮影のこのペースというか、動画編集したりとかするペースがだいぶつかめてきたので、ちょっとこれで頑張ろうかなと。で、余裕があれば、週2回。で、余裕がなくても週に1回、土曜日の6時に配信をし続けるというのを、とりあえず、しばらく続けていきますというのが目標1でございます。で、目標2としてはですね、
24時間で8000回炎がいかん。これ何かと申しますと、前レッスン動画をコンスタントにこの配信している時ってこれが基本的な目標だったんですよ。新しい動画を土曜日の夜6時に公開します。でそこから24時間経って日曜日の夜6時の24時間の間に新しい動画が8000回再生されるっていうのが実はずっとこの目標であったんですよね。でそれが達成できない時もあれば、達成して1万5000とかに行く時もあったりとかして、でも大体やっぱその初動で8000回ぐらい回ると、まあそこからうまくねバーッと行くことがあるので、とりあえずその8000回をまず目標としようっていうのが、昔の目標としてあったんです。なんでね、ちょっと今すぐ達成できるわけではないんですが、まあ最近もですね、ちょっと週に1回2回の動画を配信していて、行く動画だと24時間で5000回くらいまでは言っていたので、ちょっとこう狙って頑張ってやっていけばですね、24時間中に8000回の動画は作れるんじゃないかなと思っているので、とりあえずこれ2つ目の目標です。まあ何回達成するとかっていうわけではなく、基本的にこれを目指してやっていくって感じですね。よかったらその辺の数字とかも皆さん見ていただけたら、お竹さん頑張ってるなみたいな感じで面白いと思いますので、よかったらチェックしてくださいませ。で3つ目の目標、これは4週間で、40万回、嘘30万回だ、危ねえ、4週間で30万回。どういうことか。その YouTube アプリ、バーッと開くじゃないですか。そうすると、このね、近頃のその数字がバーッと出てくるんですけども、1ヶ月間ではなくて、まあ厳密に言うと4週間、28日間の数字なんですよ。で28日間で YouTube チャンネルをちょこつこつやってた時って、60万回ぐらいあったんですよね。60万回、再生回数が。だからだいたい1日に2万回ぐらいこのね再生されてるっていう感じだったんですけれども、まあそれが今落ち込んで、ぶっちゃけ今現在はもう10万回ぐらいです。4週間で10万回。でまあね、皆様はその動画配信とかをしてないと思うので、まあこの10万という数字がどんなものか全然わかんないと思うんですけども、まあぶっちゃけ全然ダメだと、全くダメなんですよね。できればこれをね、また50万とか60万とかに今度戻していきたいなっていうふうには思ってるんですが、いきなりはちょっと厳しいので、とりあえず、11月中に30万。で、10万回ずつ増やしていって、12月に40万。で、1月で50万って感じで、まあ、ちょっとこれはですね、先延ばしになっても構わないので、とりあえずこのね、50万っていう数字までまず持っていきたいなっていうところなんですよ。で、まあね、もしかしたらもっと早く到達できるかもしれないですし、もっと時間かかるかもわかんないんですけれども、ちょっとね、Twitter、まあ X の方にですね、現状こんな感じですわ、みたいな感じで、その数字とかもですね、いろいろこの書いていきますので、ちょっとこの動画を見ていただいたらですね、私のこの24時間で8000回ってのと、いずれ4週間で50万回、っていうのですね、ちょっと覚えていただけたらすごく嬉しいなと思うところでございます。この辺を達成するべく、ちょっとですね、頑張っていこうと思いますので、よかったら楽しみにしていただけたら嬉しく思います。で、それに際して、もし、ここまで皆様動画をご覧くださっていて、お、竹さん頑張ってんな。じゃあちょっと協力してやろうかなっていうふうに思っていただけるようでしたら、ちょっと皆様にですね、少しだけご協力いただきたいことがありまして、それは何かと申しますと、コメント。でございます。コメント。なんかコメントをね、いろいろこの書いてみてほしいんですよね。コメント。まあこの動画のコメントでもいいんですけども、まあ普段からの動画のコメントをちょっとですね、書いてみていただきたいんです。で、その内容は何でもいいんですけど、例えば、質問とか、あとリクエスト。もちろん感想も。ああ、感想。まあなんか動画の中にですね、これどないなこっちゃあろうか、みたいな感じのことがありましたら、全然質問書いてみてくださいませ。で、動画の内容に関係あっても関係なくても、なんか実はあれに関してすごい疑問に思ってるんですけども、今度これ取り上げてください、みたいな感じのリクエスト、要望がありましたら、バシバシ書いてみてくださいませ。で、その動画に関する感想とかご意見とかでもいいですし、そういったものを書いていただけるとすごく嬉しいです。で、こういったものがあるとですね、何が起こるかと言いますと、まあ、僕のことを知らないその新規の方が僕の動画を見てくれているわけじゃないですか。で、皆さんもそうだと思うんですけども、動画を見ながらコメント欄結構見ると思うんですよ。
で、コメント欄を見たときに、やっぱいろんなコメントがこう、わーっとあると、あ、この動画盛り上がってんな、このチャンネル盛り上がってんなっていうふうにこうね、この活気を感じるわけなんですよね。で、質問とかリクエストとかがあると、あ、このチャンネルはなんかこういう リクエストとか質問とかしていいのか、なるほどなって。で、自分もちょっとこうね、疑問に思うことがあったら、じゃあ僕もちょっと書き込んでみようかな、みたいな感じで。なんかこの書き込みやすい環境になったりとか、雰囲気になったりとかするんですよね。で、感想とかね、いろいろ書いたりとかすると、結構その動画を見ながら、その感想の中でも結構その気づきとか勉強になるところもあったりとかして、あ、なるほどな、なるほどな、みたいな感じでコンテンツの質がどんどん上がっていくので、どんな内容でも構いませんので、まあコメントいただけるとすごく嬉しいなと思うところでございます。でね、そんな感じでこのコメントがあって活気を感じると、まあ より一層ね、このチャンネルを見てくれる人が増えていって、まあいい相乗効果が生まれますので、本当にまあできる範囲で構いませんので、こんなご協力もいただけると、嬉しいなと思うところでございます。はい。そんな感じでございましょうか。とりあえずまあ、今回の動画はそういう決意表明の動画でございました。ちょっとね、月間60万回まではですね、しばらく時間かかると思うんですけども、とりあえず11月中に、30万、今の10万回から30万までは、頑張って盛り上げていこうかなと思っておりますので、ちょっと楽しみにしていただけたら幸いでございます。はい。そんな感じです。頑張るぞということで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。これからの滝沢勝成チャンネルに行きたい。そんな感じで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。よければまた、コメントとかでご協力いただけたら幸いでございます。それでは、グッバイ。あ、ちなみに私今、結構そのコメントに関してその返信をするようにしてるんですよ。音声入力がすごく上手になってきて、最近その文章入力がですね、むちゃくちゃ早くなってきたんですよね。前はそのコメント、例えばその YouTube のコメント500件とか、ビャーンってこの返すのに、やっぱり2時間、3時間、4時間とかね、かかってしまった時もあるんですけども、最近結構ね、その音声入力が早くなってきて、すごいこう、ね、スピードで、返すようになってきたんでね、そういうこの返信とかがあると、新しい新規の方が僕の動画を見ている時にコメント欄を覗いて、で、それぞれのコメントに僕の返信とかがあると、あ、このチャンネルの人ってこんなに返信してくれるんだ、じゃあ僕も書き込んでみようかな、みたいな感じになったりとかするじゃないですか。そんなとこを狙いたいわけでございますよ。で、それは僕がね、自作自演をするわけにはいかないので、皆様の一人一人のご協力いただけると嬉しいところでございますというお願いでございました。はい。では、長くなりましたが、以上でございます。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、いいんじゃね。